キチャンネル。きょっ。さあ、今週も木曜日が試合がね、全チームないということで、木曜日、総チェックということで、ゴールデンウィークもね、終わりまして、っていうね、ところで、まあ、終わってないのか。これ6日が最後だね。まあこのね、ゴールデンウィーク一つね、乗り切るっていうところでは、パリーグ的にはね、ソフトバンクも6勝3敗。で、ロッテも6勝3敗でね。まあ何やかん言いながらロッテもついていってるっていうところではね、まあいい戦いになったし、他のね、下位のチームはやっぱり負け越してるっていうところがね、このゴールデンウィークの戦い方。まあこっから交流戦までね、どうやって持ちこたえていくかっていうところがポイントになってくるでしょう。そういう、ということでね、佐々木と一緒に総チェックで、ね、プロ野球1年間見守ってね、楽しんでいきましょう。さあ、楽天対オリックス、5月6日月曜日の試合、4対2でオリックスの勝利ということで、まあこの試合ね、オリックス先発ソタニ、そして楽天先発ショーチというところで、まあ、若い二人がね、先発っていうところになりましたけども、まあこの試合はね、ちょっとした守備のね、優劣っていうかね、守備のちょっとしたところのできるかできないかによって、勝敗がね、喫した試合になったかなと。ね。で、オリックス先発ソタリね、7回3分の2、106球、5安打8三振、1四球2失点っていうところで、まあね、低め、とにかく低めにしっかり制球できてたっていうところもあるし、変化球のキレがね、良かったのかな、この左バッターでもスライダーね、結構バッターピクってなってたからね、そういったところでは、ストレートと変化球の見極めづらさ、ということは、変化球のね、曲がり幅がバッターにより近いところで曲がってるのかなっていう印象を受けましたけども、まあとにかく低くね、制球できたっていうところは大きかったんじゃないでしょうか。楽天先発勝利ね、5回91球、4安打5三振、1四球4失点。まあ、その守備のちょっとの差っていうところとね、セデーノにね、高めのボール球狙ったところがど真ん中に入ったっていうこの制球ミス。ここがね、一つのね、この試合の大きな分岐点っていうかね、まあ、勝敗を分けた一球になったのかなっていうね。まあ、その中でね、まずオリックスの守備って、これで、ね、オリックスの守備がね、無駄な失点を防いだっていうところでは素晴らしかったんだけども、まず初回ね、2アウト1塁のピンチの中で、阿部のね、サードゴロね、若干バウンドが中途半端になったところをショートね、胸がね、若干こうお座敷キャッチじゃないけども足をね地面につけながらね、グラブを差し出してね、中途半端な、バウンドになったけども、しっかり処理してね、こうサードゴロアウト、一歩間違ってエラーの可能性もあったからね、その中でしっかりね、エラーで失点することなくね、守備で抑え切ったっていうところも素晴らしかったし、でこのね、3回ね、ワンアウトから、この小郷のね、ショートの内野安打。これはね、もう仕方ない。紅林ね、精一杯のプレーしたけども。で、その後、村林のライト前ヒットで、ワンアウト一塁からね、で、浅村、先ほど言ったように、ソタニがね、低めの変化球っていうところで三振して、で、ツーアウト一塁からね、島内のショートゴロ、若干三遊間より、これもね、バウンドが変則的に合わなかったところをね、この、グラブさばきでね、紅林がなんとか処理して、ショートゴロアウト。まあ、なんてことないプレーに見えるけども、これ一歩間違ったらね、エラーになって失点してたから、この1回と3回っていうところはね、この守備のちょっとしたことね、まあスーパープレイじゃないけども、このちょっとしたことの球際の強さね、これができるかできないかで、この失点するか失点しないかっていうね、ピンチの前で大きかったところ、ね、胸、紅林っていうね、左右間がしっかり処理できたっていうところでね、無駄な失点はね、することなくいけたっていうところも、勝ったね、要因の一つだったじゃないのかなっていうところはあります。逆に楽天としたらね、このね、全体的に6安打しか打ってないから、この初回3回でね、得点できなかったことが、やっぱりね、ちょっと敗戦につながったかなと。で、その中でね、4回、ワンアウトからね、西野の、打球ね、ピッチャー、庄司若干当たったのかな。で、そこをね、小深田が処理しようとした中でね、小深田がファンブルっていうね、これ球際よ、これね。で、結局、小深田のエラーがついちゃってね。で、その後、紅林ライト前ヒット。盛りアウトになるけども、セデーノはね、スリーランホームランっていうね、ところで、ね、盛りアウトっていうかね、盛りのファーストゴロで、ホームはね、タッチアウトっていうところで、で、ここね、ワンストライク取ったからね、多分高めの見せ球見せて、空振りもしくはファール、ボールだっても低めの変化球行こうっていう布石にするところがね、ど真ん中に入っちゃったっていうところで、まあ配球っていうよりもピッチャーのコントロールミス、掃除のね、で、それはもちろんセリーノがね、一発で仕留めてスリーランっていうところもあるけども、このね、小深田のこのね、球際、ここがね、できているかどうかね、この試合大きな分岐点だったかなと。で、5回でもね、2アウト2塁から福田のね、タイムリースリーベース、この1点でね、勝負あったかなっていうね、楽天は8回裏にね、チャンスを作って、2アウト満塁から島内のね、タイムリーヒット。まあ、ここはね、もう是が非でも勝ちたいとね、オリックスベンチもね、投手リレーしていったけども、ね、2アウト2、3塁まで行って、ソタニがね、で、ここで吉田康生にスイッチ。吉田がね、浅村をフォアボール出した後に、富山にスイッチして、島内のセンターへのタイムリーヒット。ここでもね、中島監督、ベンチでね、天を仰いでたけども、で、2アウト1、3塁になって、で、鈴木大地のところでね、
代打鈴木大地出てきたけども、ね、あの左の富山からね、まあ、小田島に変わったところで代打鈴木大地っていうね。で、ここでね、ショートライナー、鈴木大地もナイスバッティングだったけどね。で、ここでね、ピッチャー3人費やして、なんとかね、あの2点、ね、それ以上の失点を、与えなく。まあ、ここね、鈴木大地が抜けてたらね、同点まで行ったかなっていうところはあったけども、ね、初戦は4対2、オリックスの勝利でした。続いて、楽天対オリックス、5月8日4対1、楽天の勝利というところで、まあ、昨日はね、試合なかったんで、1勝1敗の五分というね、形に終わりましたけども、楽天先発ね、藤井、5回79球、8安打2三振、無四球、1デッドボール、1失点っていうところで、序盤はね、結構、制球がね、乱れたかなっていうところで、ストライク、ボールね、先行することが結構多くてね、なんか、まあ、藤井といえばね、ストライクゾーンの中で、ストライク先行して勝負できるかどうかっていうのがね、多分今の一番の課題だと、俺は思うんだけどね。その中で立ち上がり結構ボール先行して、いや、なかなか制球定まってないの怪しいなっていうところもあったけども、なんとか1失点で踏ん張って、で、途中からね、非常にストライク先行で勝負できるようになったっていうところでは、そこがまあね、なんとか踏ん張るポイントになったかなっていうね。で、まあ、ピンチもあったけどもね、まあ、しっかりストライク先行で攻めていったことがね、結局は最後はね、功を奏したかなっていうね、ところで1失点で勝ち投手2勝目というところでは非常にね、修正もしながら自分のピッチングができたんじゃないでしょうか。で、オリックス先発宮城ね、4回86球、9安打2三振、1四球3失点っていうところで、まあ、小刻みにやられたっていうところもあるけども、やっぱりミスでね、ミスでっていうところがね、やっぱこのね、オリックスとしては今のチーム状況からすると、やっぱミスで失点っていうのは一番避けていかなきゃいけないところで、まあ、ミスが失点に絡んだっていうところは大きかったかな。その中でもまあオリックスはね、2回表セデーノがね、好調セデーノ2試合連続のね、先制ホームランで1点先制していい形だったけども、2回ラウンドね、すぐ、楽天はね、先頭鈴木大地センター前、で、茂木がセカンドフライアウトになるけども、辰巳がセンター前、で、ワンアウト1、2から、石原のね、ライト前ヒット、ここね、長川がファンブルして、まあ、本塁に帰ってくるんだけども、これどうなんだろうな、試合見たけど、うまく映像が俺見つけられなくて、ファンブルしたから帰ってきたのか、ファンブルしなくても帰ってきたのかっていうところは、まあ、わかんないんだけども、まあ、記録上はね、エラーになってて、石原に打点がついてないから、多分ストップしてたんだろうね。だからこういったところも持ってないよね。で、3回裏もね、先頭村林レフト前、で、浅村レフト、ツーベース、ノーアウト2、3塁から、島内の打球ね、内野安打になって、ノーアウト満塁。で、鈴木大地ね、アウトになるけども、まあ、茂木もね、ショートフライ。ここなんとか踏ん張るけども、辰巳のね、フォアボールっていうところもね、宮城らしくないところもあったし、で、4回裏もね、ワンアウト1、2塁から浅村のショートゴロね、ダブルプレーカーっていうところをね、ゴンザレスがファーストに悪送球をして、そして1点を、まだタイムリーエラーで取られちゃうっていうね。だから今日2つのタイムリーエラーあるからね、それはもうオリックス痛いよね。で、7回裏ね、茂木が、内野ゴロの間にまた1点を取って、まあ、着実にね、点を取っていくっていう形では、しっかり4対1で逃げ切ったっていうところもあるし、まあ、オリックスはね、その後、藤井の後ね、リリーフ、藤平、そして、鈴木、酒井、孫、則本とね、小刻みの継投で、まあ、そんなにビッグチャンスもなかったけど、唯一で言うとこの4回表ね、先頭胸デッドボール、で、紅林ね、ダブルプレーでアウトになるけども、ね、森がレフト前ヒット、セデンライト前ヒットでつなげて、ツーアウト1、3塁からね、長川が三振っていうところで、まあ、ここでね、一本出てればっていうね、ところはあったけども、ここがね、なかなか続かなかったっていうところは痛かったし、まあ、4回裏ね、この平のね、セーフティー、こう、打ちに行ってのセーフティーだからね、これね、めちゃくちゃいい。その分ね、サードのね、ワンテン僕らから普通にセーフティーじゃなくて、打ちに行ってのセーフティーね。で、見事、まあ足のね、速さもあったっていうところでね、チャンスメイクして、まあ最後はね、浅村の内野ゴロの感じにね、まあ1点、このゴンダレスのね、エラー絡むけども、そういったチャンスメイクしたっていうところもね、この平初スタメンっていうところでね、プロ初ヒット、ね、平。ね、まあ何でもね、ヒットはヒットだからね、そういった意味では良かったね。で、まあ楽天としてはね、まあ1勝1敗の5分に持ち込めたのはね、この2連戦良かったんじゃないでしょうか。秋田の試合ね、4対1楽天勝利、結果はね、このカード1勝1敗の5分でした。ソフトバンク対日本ハム、5月6日の試合というところで9対4ソフトバンクの勝利っていう中でね、まあ、ここね、現在の首位攻防戦になりますけども、日本ハム先発北山、3回60球7安打3三振2四球6失点と、ここまでね、素晴らしいピッチングが続いてきた中でね、取られても4月11日のソフトバンク3失点。だからソフトバンクにのみ
失点してる感じだね、今年は。まあ、開幕4月3日楽天戦1失点してるけども、で、その後20日ロッテ戦、オリックス戦とも0点0点できてね、そしてソフトバンク戦6失点。だからソフトバンク戦だけで9失点。今年10失点しかしてない中で、ソフトバンクに9失点してるというところで、勝ったと思ったけどね、あの3点でね。逆にソフトバンク先発和田、5回91球、8安打5三振、1四球4失点とね、まあ味方の大量援護にね、守られてね、勝ち星っていうところでは、勝ったことはね、素晴らしいけども、こういったところがね、和田と石川のね、違いだね。石川は0点でね、最初失点で抑えてるけども、援護がない。和田は逆にね、ちょっと大量失点してしまったけども、援護でね、勝ち切る。こういったところがね、勝ち負けっていうところはね、先発ピッチャーのね、ちょっと難しさでもね、あるかなっていうね。ところでソフトバンクはね、初回2アウト1、3塁から近藤がタイムリーヒットで先制するも、3回にね、日本ハムが1アウト3塁から松本の犠牲フライで同点。ここで終わるかと思ったら2アウトからね、レイエスセンター前で、水野がね、勝ち越しのタイムリースリーベース、そして2アウト3塁から郡司がね、センターのタイムリーヒットで一気に3点逆転。俺これでね、じゃあ日本ハム勢いに乗っていくかなと思ったけども、すぐね、捉えた後2回裏に、先頭栗原が2ベース、2回が送りバントを決めて、ワンアウト3塁から三森がね、センターのタイムリーヒット。で、3回の裏には、柳田センター前、山川、ツーランホームラン。で、4回の表にね、ワンアウト満塁から郡司が犠牲フライ打って、日本ハムね、1点返し、同点になって、いや、まだまだわからんぞっていうところでね、4回の裏。先頭回フォアボール。で、三森がね、ライトスタンドでツーランホームラン。で、5回には山川のホームラン。そして栗原三森のタイムリーっていうところで、5イニング連続得点の9点を奪って、一気に勝ちっていうね、ところで、ソフトバンク打線、えぐいね。これ、牧原も帰ってきたら出るとこないんちゃうかっていうぐらい、今9番に入って三森がね、この試合も4打数3安打4打点1ホーマー1走塁と、3割7分5厘と、一気に上がってきてるっていうところもあるしね。これどうすんのやろな。で、河村もいい感じだし、これ周東、牧原ね、開幕からスタメンだったけど、この二人をどうやってさ、って結果、牧原が帰ってきた時にポジションあるのかどうかっていうところはね、ポイントになるけど、それだけ層が厚いっていうところでは、今のホークスのね、強さあるかなと。で、まあ、日本ハムもね、負けたけども、5回、6回、7回、で、8回とね、しっかりランダー出してね、まあ、ダブルプレーとかでね、アウトになってるけども、追撃しようと思ってね、三者凡退で終わらないで、常にね、ランナー出して、なんとかっていうところの形を見せるところはね、現状2位でいるっていうところの、まあ、強さね、まあ、9対4とゲームは一方的になったけども、その後もね、粘り強くやってた、得点には結びつかなかったけども、塁にランナー出してね、ヒットで繋いでたっていうね、ところは、正直ね、まあ、日本ハムもね、侮れないなっていうところはね、初戦に見えたんで、2戦目どうなるかっていうところですね。まあ、初戦はね、9対4、ソフトバンクの勝ちでしたね。7日の試合、2対1、ソフトバンク、さよなら勝ちっていうところで、日本ハム先発山崎幸也、7回92球、5安打3三振、2四球1失点と、まあ、持ち前のね、緩急をつけながら、伏見とのね、ゴールデンコンビバッテリーで、まあ、いい形のピッチングっていうね、球数も少なかったし、まあ、援護なくね、勝ちには恵まれなかったけども、まあ、しっかりね、試合を作った意味ではね、ピッチングね。まあ、その後ね、川野、杉浦、斎藤、田中とね、いい形でね、引き継いでリリーフしたけども、まあ、最後はね、まあ、1点取られちゃったっていうね。まあ、だから投手陣を攻めれる、ここはね、打撃陣が1点取れなかったっていうところは大きいかなと。で、ソフトバンク先発有原ね、8回116球、5安打6三振、3四球1失点と。まあ、こちらもね、粘りの投球で、まあ、緩急つけながら、まあ、カットボール、フォーク、低めの落ちる球とコースね、丁寧にしっかり投げ切ったかなと。まあ、その後ね、オスナ、松本、藤井、ヘルナンデスとね、ノーヒットの抑えて、まあ、フォアボールはね、若干あったけども、ピンチもね、作らず、しっかりピッチングしたっていうのは非常に大きかったかなと。まあ、その中でね、日本ハムは先制っていうね、まあ、初回ね、2アウトから、郡司のサードゴロをね、栗原がエラー、で、マルチネスフォアボール、で、2アウト1塁から野村がね、ライトへの先制タイムリーヒットっていうところで、まあ、ソフトバンクとかしてはね、これまた、ちょっと最近ね、このサード、まあ、リチャードもそうだしね、この栗原もそうだけど、ちょっとミスがね、出てきてるんで、まあ、そこら辺はね、まあ、勝ったからいいけどね、しっかりしていきたいなっていうね。ソフトバンクはね、まあ、山崎たちはね、緩急つけて抑えながらも、この2回ね、裏、先頭近藤センター前ヒットで、川村のセカンドゴロの間に近藤がセカンドでアウトで、ワンアウト一塁からね、リチャードがフェンス直撃のツーベースね、レフト線もうちょっとでホームランかなっていうところ打つんだけども、まあ、ここでね、一塁ランナーの川村がホームに帰ってきてホームでタッチアウトになるんだけども、まあ、ワンアウトでしょ。あとね、楽々アウトだったのよ、ホームが。だから楽々タイミングアウトだったらやっぱストップじゃないのかなとね。で、ワンアウト
2、3塁で、まあ、下位で勝負っていうね、もうちょっと際どかったからね、行ってもよかったかなと思うんだけど、楽々アウトだったから、まあ、そこはストップだったんじゃないのかなって、まあ、2アウトだったらね、もう全然回してもいいと思うけども、ワンアウトっていうのを考えると、ちょっとあのタイミングで回したのはね、ちょっと疑問が残る采配だったかなと。でもね、その後4回にね、山川がまたもホームラン打ってね、1対1同点、山川。ね、でここで、同点になって、ね、そこからは0点が続くんだけども、ね、まあ、日本も5回の裏ね、ワンアウトから郡司がツーベース打つけども、マルチネス野村がね、続けずっていうところもあるし、まあ、このね、8回表だね、この8回表、ツーアウトから野村がフォアボール出て、ダイソー、磯端ね、ここ初球スチールするんだけども、下位の送球、あれ変化球だったからね、めちゃくちゃタイミング的には厳しいタイミングだったけども、取ってからも早かったし、まあ、ちょうどね、判定はセーフだったけども、リクエストでアウトに変わったんだけど、ちょうどスライディング足がつく前にね、この頭にね、タッチが当たっちゃったっていうところで、あれもヘッドスライディングだったせい、まあ、ここも難しいよね。まあ、体に当たっちゃうんで、ヘッドスライディングだとね、体に当たらないっていうところもあるけども、まあ、これはね、回の素晴らしいスローイングがね、まさに回キャノンという割のね、このスローイングはチームにね、大きく貢献したんじゃないのかなっていうね。まあ、その後ね、レフトにも、ヒットを打ってっていうね、あ、違う、ヒットを打ってからの盗塁させたのか。ね、そういったところでもね、いい流れになって、まあ、ポクチンにもね、当たって、そこら辺もね、当たり年っていうところはあるけどもね。まあ、あとはリリーフがね、しっかり踏ん張って、まあ、12回裏ね、ここで勝負が決まるんだけども、ピッチャー矢沢からね、先頭近藤がレフト線ツーベース。もう芸術的だね。あれ打てるのはもう近藤しかいないし、あれ打たれたら仕方ないよね。で、ノーアウト二塁からね、川村に代わって代打、野村勇。ここは送りバントも含めての采配かなっていうね。で、そのところで、まあ、敬遠。で、ノーアウト一塁だってリチャード。俺はひょっとしたらここでシュートを代打で送りバントあるのかなって正直思ったけども、ここはね、リチャード、強行策でね、スライダーね、バット取りながらもセンター前ヒット。これ大きかったね。で、ノーアウト満塁からシューターがね、レフト犠牲フライでサヨナラ勝利になるんだけども、まあ、このね、サヨナラになったけども、この時の、日本ハム、レフトね、磯畑、素晴らしい送球。ね、まあ、本塁ね、セーフになったけども、あれをね、しっかり定位置ぐらいだったけども、しっかり後ろからね、助走をつけてきて、本塁へね、コントロール抜群の送球ね、あれはね、くすろ。ね、セーフになったけども、ああいうのはめちゃくちゃ大事だし、素晴らしい。ね、で、伏見もね、ベースの後ろになって、タッチすぐ行けるようにね、ポジショニングも良かったしね、まあそこのポジショニングできるのもね、磯畑からのスローインが良かったっていうのもあるけどもね、でもまあ、あの状況だとね、タイミング的にはセーフだったから仕方ないからと、ね、サードランナーね、ダイソー尾形がね、いい形でヘッドスライディングが決まったけども、ね、もちろんシュートの犠牲フライ、そしてこのね、尾形の走塁っていうのは素晴らしいけども、このね、やっぱ磯畑の送球と、伏見のタッチ、最後までね、あの形はね、セーフになったけど、本当に素晴らしかったかなと思います。で、その後ね、リクエストになって、まあ、タイミング完璧セーフだったからね。でもまあ、あそこはね、リクエストするべきだし。で、その後ね、三塁がね、タッチアップ早かったんちゃうかっていうアピールプレイしたんだけども、これはね、まあ、俺は、審判、ルールそこまでわかんないけども、俺の想像で言うとね、まあ、こんな時、俺らの時、そこまでリクエストなかったからね、こういうこと起きることなかったんだけど、相当で言うと、リクエストを申請したってことは、もうそのタッチアップが成立してるってことじゃんね。ね。だから、その後アピールプレイしても、もうそれは成立してるものとして、セーフになるし、ね。だから、あの場面で言うと、先に三塁のアピールプレイをしてからのリクエストだね。順番がね、多分間違っちゃったと思うんだよね。このリクエストするってことはもうそのタッチアップが成立してるっていうのを容認してることになるからね、多分それが問題点だったのか、もしくはもうそれでリクエストでセーフになってゲームセットになっちゃったから、その後にどんだけアピールプレイしてももうゲームセット申告されてるから戻らないのか、まあどっちかだと思うんだけども、順番としては先三塁のタッチアップのアピールプレイしてからリクエストするのが順番的には正解だったんじゃないのかなっていうところもあるんで、まあここら辺ね、なかなかね、こういうこともないんで、ね、まあ今後ね、他の球団も含めていいね、例になったんじゃないのかなと思いますけども、まあ2試合連続ね、ソフトバンクが勝って勝負強さ出たかなと、まあ明日もね、このカードあるんで、どういう戦いになるのか、ホークスがね、3連勝するのか、ファイターズがね、1勝2敗に、持ち込むのかっていうところでね、まあ金村がね、こう先発するんでね、どういう展開になるのか、また明日もね、見ていきましょう。
さあ、5月8日の試合、ソフトバンク対日本ハム、3対1でソフトバンクの勝利で、首位攻防戦、ホークス3連勝でございます。まあ、強い。ね。まあ、この日も、先発、石川修太、6回79球、3安打5三振、無四球1失点っていうところで、先発で言うと4月5日以来。で、この日もね、5回投げて1失点というところで勝ってて、で、その後はね、リリーフ、あとはまあ、ロングリリーフしたりっていうところで、まあ、約1ヶ月ぶりの先発でしたけど、まあ、見事なピッチングでね、まあ、基本的にストライク先行して変化球がストライクゾーンに入ったら、もうそれはなかなかね、打てない。ね、正直、石川の球っていうところはね、その中でも非常にね、クピチンだったと思います。そして藤井、松本、オスナーとね、3人でリリーフで繋いで、なんと日本ハム2回戦と万波がライト前ヒットを打ってから3波24、24人連続アウトというところで3安打1得点のみで敗れるっていう形でね。まあでも日本ハムは初回ね、ワンアウトから松本センター前、そしてここで積極的に盗塁走って、郡司をね、タイムリーツーベースで先制してめちゃくちゃいい流れだったのよ。まあ、ここね、しっかり勝ち越して、勝ってね、まあ、最悪1勝2敗でね、帰ろうっていうところでね、いい形を先制だったけども、ホークスがね、1回裏、先頭河村が、ライトでツーベース。で、今目はきっちり送りバンドを決めて、で、ワンアウト3塁から柳田ライトフライで、まあ、あれ、万波ライトだとね、やっぱりその簡単にライトフライじゃ、ね、タッチアップできないっていうところで、3塁ランナーね、河村ストップ。で、2アウト3塁から山川がね、ポテンヒットっていうね、だから、多分いいポイントで今打ててんだろうね。だからしっかり詰まりながらも自分がいいポイントで打ててるから、しっかり力が入って詰まりながらもあそこのね、セカンドと外野のね、ライトの間に落ちるっていうところではね、やっぱポイントの良さがね、このヒットに繋がったかなと。で、すぐ同点に追いついて、で、4回裏ね、2アウトから栗原フォアボール。で、ここね、日本ハム先発ね、金村、まあ先発にね、やっと、まあこれはね、新庄監督もずっと言ってたけども、まあ、先発やらすっていうところでね、今季で言うと、初先発になるのかな。まあ、前回も5月1日ね、3イニング投げて、まあ、このね、先発向けて、リーフで長いイニング投げて、ここにね、向けて調整してきた中で、4回75球、6安打1三振、1球2失点と、まあ、非常にね、いいピッチングしてたけども、まあ、4回裏ね、この2アウトから栗原のフォアボールが痛かったよね。で、その後、カリにね、詰まりながらもセンター前ヒット打たれて、2アウト1塁から三森のね、レフト前ヒットに2点目。ね、9番三森の存在感も大きいよね。まあ、木原いなくなっても、だから三森の方が逆に活躍してるんちゃうかっていうぐらいね、非常にいいバッティング。でも、ここで問題なのが、ね、レフト今川だったんだけど、タイミング的にはホーム完璧にセーフだったのに、ファーストランナー甲斐が無理やり三塁に行って、二三塁以下に挟まれて、楽勝でアウトになったんだよね。そう考えると、この走塁ね、バッと。あそこを二塁で止まっとけば、なおもね、ツーアウト一塁で、1番の河村っていうところで1打席目ヒットも打ってるしね、非常にもっともっとの追加点を取れた可能性があるのに、何でもかんでもね、いく選手多い。なんか、ツーアウト回ってみたりとかね、本塁がギリギリアウトかセーフどっちなのかな、際どいタイミングだからおとりになる意味があって、本塁完璧にセーフなのに、無理やりおとりに行っても、こう、おとりじゃないからね、自爆だからね。そういった意味では、走塁っていうのは非常にバッドポイント。ね。あそこしっかり止まったら、もう1点ね、取れた可能性もある中で、これでチェンジになったからね。非常に無駄な走塁だったなと。しかしね、6回裏、ね、近藤フォアボール、そして中村、ライト前ヒット。ここでね、今季初登板の堀が来るんだけども、近藤、中村、栗原と左3人続いた中で、ね、近藤フォアボール、そして中村にね、初球ライト前ヒット打たれて、ノーアウト1、3塁から栗原にね、きっちりライトへ犠牲フライっていうところでね、この左が左をね、完璧に打ち取っていかなきゃいけない中、3人で1点取られるっていうところは、ちょっとなかなかね、評価が上がりにくいっていうところのね、今季初登板になったかなと。まあね、その後はね、まあさっきも言ったようにソフトバンクリリーフ陣がしっかり抑えて、まあピッチャーが抑えてね、取るべきところで先制中押しダメ押しとね、ホークスはしっかり得点に結びつけて勝ったというところでは、非常にホークスの強さがね、より目立つかなと。だから日本もいい試合してるんだけどね、まあここはちょっと自力にね、今のホークスの状況の方が勝ったかなっていうところで、このゲームね、3連勝でホークスの勝ち越しでした。続いてロッテ対西武。5月6日、月曜日。8対1、ロッテの圧勝というところで、西武先発高橋コーナー。4回71球、6安打2三振、1四球4失点。で、ロッテ先発、種市。7回111球、3安打6三振、1四球1デッドボール無失点と。まあ、種市もね、まあ、ここ連続で失点してたから、なんか山あり。良かったらめっちゃいい。悪かったらめっちゃ悪い。このね、
今後の種市のね課題としては、悪い勝っても悪いなりに試合を作っていくっていうところをやっぱりやっていかないと、やっぱ先発の柱としてはね、いい時はいい、悪い時は悪いだとね、ちょっとね勝ち星っていうところが伸びていかないから、そういったところではね、この試合は素晴らしく良かった。まあ風があってね、ホークがめちゃくちゃ生きたっていうところもね、あの種市にとってはかなり味方の風がね吹いたかなっていうところもあるけども、そういったところはね今後の課題かなと。ロッテはね、初回ツーアウト三塁からね、外がライトスタンドへホームラン。このね、ああいう風、このレフトからライトへ ね吹いてる時の風っていうのは、特にねライトのポジションからライトのポールまでがめちゃくちゃ伸びるのよ、あそこが風に乗ってね。そういったところでは風に乗ってね、まあその前ね、あのこの試合の中ではね、レフトへ完璧な一打もね風戻されるあるけども、だから右バッター大変なのよ。ああいう風が吹くと、まあ、ライナー系は伸びるんだけど、上がっちゃうとレフト全く伸びないからね。そういった意味ではね、あのポール際っていうところはね非常に伸びるところだったかなと。で2回裏にもね、2アウトの2塁からトムスギのサードゴロをね、佐藤龍生がファーストへ悪送球バッと。ここちゃんと投げてたらね、まだ2点で収まって、高橋コーナーが投げてるっていうところでね、でまあそこ1点ね、あのタイムリーエラーになって2アウト1塁から岡のねタイムリーツーベースで、もう1点が入って、まあ、2対2 4点。これ序盤の4点は今の西武打線から考えるとめちゃくちゃ痛いよね。で8回裏には、2アウト1、3塁から山内がね、タイムリー内野安打で、2アウト1、2塁から岡がねライトスタンド、ここもねあのちょうどライトの後ろだったね、あのポジショニングのね、あそこまでからは伸びるのよ、ライトにね。でしっかりスリーランホームランで8点目。で、9回にね、おかわりくんが田淵さんを抜くチームでね、ホームランを打って1点返すけども、まあ、西武としては5安打。これも打つやつだね。この2回のやっぱりミスっていうところが大きかったし、まあ、序盤でポンポンって点取られちゃうと、今の西武打線からすると苦しい展開だったかなと。まあ、その中でね、種市はしっかり踏ん張ったけども、まあ、これね、悪くても3点ぐらいで6回をね、クオリティスタートで収めていくっていうところがね、まあ、今後の課題かな。この試合は特に良かったけどね。そういった意味で初戦ね、8対1、ロッテの勝ちでした。5月7日火曜日、6対1でロッテの勝利ということで、このカードね、2連戦しかないというところで、ロッテがね、2勝0敗で、勝ち越しっていうところになりましたけれども、西武としたらね、先週週末にソフトバンク2勝1敗で勝ち越して、まあ、ここはしっかりね、最低でも5分、うまくいけば2連勝ね、高橋コーナーを立ててっていうところで、勝ち越して、一気にね、借金を減らして上位に向けていきたいっていうところで、この2連敗っていうところは痛かったし、まあ、ロッテとしてはね、ゴールデンウィーク6勝3敗、ソフトバンクと同じような成績で乗り切って、この2連戦ね、しっかり2連勝して、まあ、これね、水木とね、2日間試合ないんで、両チームともに。ロッテとしたら、この週末ね、この金土日、エスコンフィールド、日本ハムとの試合。まあね、前回のこの日本ハムとの試合で、ロッテはね、大きくつまずいて、このね、19、20、21、ね、からの3連敗、ソフトバンク3連敗、楽天初戦で7連敗っていうところもね、あのリリーフで逆転されたところからね、こう大きな負けが生じたんで、まあ今回ね、この2連勝で貯金1にして、この週末、日本ハム対ロッテ戦、まあ、エスコンフィールド、で17日来週がね、マリンでまた同じような日本ハム戦というところで、まあ、ここにね、しっかり勝っていきたいっていうところで、まあ、10日ね、佐々木朗希はやっぱりこの週末持っていきたい。それはなぜかというと、10日日本ハム、17日日本ハム、24日ソフトバンク、そして31日阪神って来る中で、やっぱりここは佐々木朗希をこのね、週末のカードに当てたいっていうところで、このね、7日の試合、ね、まあ、先発ね、ダイスクトラっていうところにね、なったっていうところはあると思うんだけども、まあ、その中ね、この、火曜日の試合しっかりね、6対1で勝ったっていうところは、マリーンズとしてはかなり大きかったんじゃないでしょうか。逆に西武としてはね、めちゃくちゃ痛かったなっていう、試合の中で、まあ、ロッテ先発ね、ダイクストラ、5回100球、5安打5三振、2四球無失点っていうところで、クピチ。ね。まあ、これね、まあ、一つ、まあ、立ち上がりね、かなり制球ばらついててね、キャッチャーの佐藤投手はもうほぼど真ん中構えてて、まあそっからどうにか散ってくれればっていう中での投球でね、まあランナーを出すけどもうまく踏ん張ったっていうね、ダイクストラが踏ん張ったっていうところも一つ言えるし、まあ逆に言えば今の西武打線、これを打ち崩せないとなかなか厳しいんちゃうかっていうね、この西武打線のこの不甲斐なさっていうところもかなり目立ったかなと。
ダイクストラが良かったのか、西武打線が現状かなりヤバめなのかっていうね、まあどちらかっていうところもある中でね、まあでも勝ちは勝ちなんでね、ダイクストラがこう一勝ね、日本で一勝に向けて、まあ今後含めてね、まあ一回登録抹消して、次先発か中継ぎか、まだ吉井監督は分からないって言ってましたけども、まあどうなるかっていうところはあるけども、ね、この一勝っていうところは本人としてもね、チームとしてもかなり大きいんじゃないでしょうか。で、西武はね、先発某高橋、5回82球、7で4三振、2四球2失点と、まあベンチリポートではね、制球がちょっと今日はいつもより悪いって言ってましたけど、まあそれはね、風が最大14メーター吹いて、大きい曲がりの変化球はね、ちょっと制球難しかったかなっていうところはあるけども、まあ中盤以降はね、ナックルカーブの精度も上がったし、まあストレート、スプリット、スライダー、非常にね、安定感よく良かったなっていうね、ちょっとチームで足引っ張られちゃったかなっていうところで5回裏ね、ロッテは先頭ね、トムスイがレフトへポテンヒット。これ風で押し戻された感はあるかもわかんない。で、岡送りバンドを決めて、藤岡三振するけどもね、2アウト2塁、ここで角中ね、今現状、得点圏打率6割あるというところで、まあ、申告敬遠でね、歩かして、まあ、外。まあ、この試合ね、外、西武バッテリーね、もうインコース攻めて、外にね、変化球を落とすっていう、多分ミーティングの中での攻め方だったと思うんだけども、まあ、ここもね、いい形でね、詰まらせてライトフライに打ち取るんだけども、センターね、若林がこの14メーターの強風に、落下点見失って落とすっていうね、バッテリーとしたら完璧な作戦で打ち取ってる。ベンチとしたら角中を歩かして外、ね、勝負で成功した。しかし守備が、もたついて、風に大きく、流されて落下点に入れず、ポトリと落として、しかもその後の打球処理もうまくできず、ファーストランナーのね、角中からダイソー、荻野になった荻野までもホームに返してしまい、一気に、2失点。で、外のスリーベース。バッこれはもう、某高橋がかわいそすぎるね。まあ、風が吹いてるから仕方ないじゃ済まないからね。これは他の攻撃してる時ベンチからどういう風に風で流れてんのかなっていうところを、ま、やっぱ見とかなきゃいけないっていうね。中で、まあ、ライトの飛球を落としちゃったっていうね。落下点にさえ入れずっていう守備はかなり痛かったかなと。しかしね、6回表、おかわりくんがね、ピッチャー大クストロから国吉に変わったところ、スライダーをね、しっかり引っ張り込んで、ホームランを打って、この2対1。いや、まだね、状況的には分かんないな、っていう中でね、6回裏、先頭ね、某高橋から水上に変わって、先頭佐藤フォアボール。これもかなり痛かったけども、まあ、これ解説でもね、言ったけども、水上もホームのバランス悪すぎるね。もう肩の開きは早い、腕でコントロールするしかない。まっすぐは抜けてシュート回転。あとは、なんか、引っかくみたいなところでね、バランス悪いなっていう。で、フォアボールの中、あとね、中村が送りバントを決めて、ツーアウト二塁か、山口ね。この山口と外はね、やっぱインコース攻めての外の変化球っていうところで、まあ、ここでずっと同じような配球だったけども、古賀もね、このインコース、配球ね、選択してたけども、まあ、古賀がやりたいこと、あとベンチでミーティング、こういう風にしてるんだろうなっていうのがよくわかる、やり方だったけども、それにね、ピッチャーがついてこれてない。もう、インコース行くけども、全くインコース投げきれなくて、ね、もう最後もね、2ボール1ストライクからインコース行く。これはもうインコースで、2ボール1ストライクからインコース行くってことは、外に対しても山口に対してもインコースが苦手だっていうところがね、まあ、多分ベンチとしてもミーティングとしても資料的にも本人ね、バッテリー的にも、その意図でやってる中で、真ん中に入ってね、山口も状態は決して良くないと思うけども、しっかり振って、詰まりながらもセンター前でタイムリー。で、ワンアウト一塁からトムスギセーフティーバンド。このセーフティーバンドめちゃくちゃうまかったけども、このね、サード佐藤ね、もう謎のプレーっていう。ファールなるかな、フェアかな、どうなのかなっていうライン上で、取ったんだけども、取ってファースト投げなかったんだよね。いや、そのタイミングがセーフで。いや、取って投げないんだったら、なんで取ったんだっていう。あれはあのままもう見送って、ひょっとしたら俺はファールになってたんじゃないのかなっていうように見えるけどもね。で、それで、フェアだったらまあそれで仕方ないし、ファールになったらまたもうワンチャンス出てくるわけで、あとキャッチャーの古賀も言ったかもしれんけど、取るなって言わなきゃいけないよね。あれをね、投げない、ファースト投げないのに取ったのはマジ意図が全く分かんなかったね。でも、友杉としてはね、非常に素晴らしいセーフティー。で、ワンアウト一塁からね、岡がフォアボールになって、ワンアウト満塁からね、インコースのストレート、左バッターに対して投げたのも、結局肩の開きが早くて、シュート回転でど真ん中に入って、藤岡がね、左中間抜けるタイムリーツリーベース。で、ワンアウトのやつに二三塁から、先ほど角中のね、ダイソーで荻野が出てきたところがね、ピッチャー田村に代わってフォークボール低めね、しっかりコンパクトに振ってセンター前ヒットで一気に4点。まあ、これでね、ゲームセットっていうね、ところだったけども、
もう謎なのことが多かったね。この西武はね、この3回表にもワンアウトに三塁、ここでね西武も1点取れてればっていうところだったけども、先頭子がフォアボールで、金子がセンター前ヒットを打って源田送りバントで、ワンアウトに三塁から外崎のサードゴロを、まあ、サードね中村が本塁投げて本塁タッチアウトになるんだけども、三塁勝者子がね楽々ホームアウトなのに、なんで挟まれなかったと。あそこは挟まれてバッターランナーの外崎をセカンド来るまでランランプレーだよね。でそんな中でひょっとしたらミス起こるかもしれないしね、無駄に1回取ったの見たはずなのに、無駄に本塁にわざわざ突っ込んでいくっていうところも分かんないし、ね、佐藤のねバンドも、ね、投げないのに取ったっていうのもファールになるかもっていうところも理解できないし、あの、まあ、若林のねフライを落とすっていうところもそうだけど、いやまあね、こういう野球してたらね、まあ、勝てない。もうちょっと考えてやんないと、そこら辺は。ね、それはもちろんね1勝2勝、2勝とかそれはするかも分かんないけど、シーズン長期で見てたらそれは勝てなくなる。もうちょっと考え、普通にねやっても打って点取れないんだから、今はそういったところでミス少なくして考えて考えて何とかしてっていうところをみんなでやらなきゃいけないところで、このね意図が全く分かんないことが多すぎる。だからそこら辺はもうちょっとチームとしてね、こう2試合試合が空くんで、ちょっと考えなきゃいけないところだし、まあ、1、2軍の入れ替えもね、解説で青山とかね、そして村田とかねっていう名前も出させてもらいましたけども、ちょっと必要になってくるかもわかんないですね。なかなか厳しいね、西武としては2連戦ね、いいところがほぼなかったんじゃないのかなと。おかわり君だけね、グバッティ素晴らしかったと思います。まあ、マリンズはねそういった西武をしっかりね勝ち切ったのも大きかったし、まあ、ここから2日休んでね日本ハムに向けていい形でつなげていってほしいと思います。ということでロッテ対西武、結果はね2連勝でした。セリーグ、中日対巨人、2対0で中日の勝利ということで、5月2日月曜日の試合で、中日先発梅津、5回3分の1、82球、1安打4三振、2四球無失点。まあ、このね、成績だけ見てたら、まあ、素晴らしいね、ピッチングに見えるけども、まあ、苦しかったね。ボール先行するわ、球暴れるわっていうところでね、なかなか苦しい展開だったけども、まあね、もともと梅津の投球フォームっていうのはワインドアップから投げるんだけども、まあ、4回以降ね、その制球を重視するために、だと思うんだよね。セットポジションにね、途中から変えて、まあ、そこでもね、結構ボール先行してたからね。まあ、でもそういった試合中にね、何かを工夫して改善しようっていう試みは非常に良かったと思うし、まあ、そういったところもね、功を奏して、まあ、5回3分の1だったけども、まあ、しっかりね、ゲームを立てて勝ち投手になったのは大きかったんじゃないでしょうか。まあ、その後ね、6回ね、先頭増田をアウトに取って、丸にね、センター前ヒットをね、打たれるっていうところで、まあ、このね、佐藤にね、この丸から変わるんだけども、まあ、ここはね、その後佐々木を364ダブルプレイっていうところで、まあ、ここはね、もう、増田まで梅津で行って、もう丸からは変えるっていうところでね、多分ベンチは決めてたのかなっていうね、ところもあるし、これね、キャンプ時に話してたんだけども、まあ、大塚コーチがね、キャンプ1月かなの時に、話した時に、まあ、梅津はね、まあ、腰明けっていうところもあるし、間を空けながら、まあ、1年間、しっかり、シーズンを全うできるようにっていうところで、まあ、球数制限があったりとか、まあ、その登板間隔っていうのがあったりとかっていうところをね、考えてやっていきたい。ものがいいだけにね、大きく成長させたいっていうところをね、話してた通り、まあ、ここら辺はね、しっかり球数も制限しながら、チームの勝ちも優先しながら、中継ぎ投手陣の疲労も優先しながらっていうところもあるだろうけども、まあ、6回先頭の増田を打ち取ってから、ね、その丸から斉藤に、スイッチして、まあ、斉藤もね、センター前ヒット打たれるけども、佐々木を364ダブルプレイにしとって、ね、いい形になったかなと。まあ、梅津としてもね、なかなか厳しいピッチングになったけども、こういったね、自分の調子、体が悪い時に悪いなりに試合を作るっていうところがね、やっぱり先発ピッチャーは大きく求められるところだから、そういった意味ではね、非常に良かったんじゃないのかなっていうね。逆に巨人はね、この、序盤ね、フォアボールとかね、このストライクボールはっきりしてるところに、まあ、結構ツーボールもあったけどね、そこをジャイアンツ打線が仕留めきれなかったっていうところもね、ちょっと痛かったかなと。まああとね、暴れすぎてるからね、このイメージしづらいっていうところもね、あるけどもね、まあ2回とかのね、先頭ね、萩尾がフォアボール出てから、門脇がね、キャッチャーゴールで送りバント失敗して、まあでもね、その後門脇が盗塁してね、同じような形を作るっていうところはね、素晴らしいけども、リズムっていうところではパンパンパーンってね、まあやっていきたいなっていうところはありますよね。まあその中ね、中日は初回、先頭ね、福永フォアボール、村松石川アウトになるけども、
ツーアウト一塁からね、細川がタイムリーツーベース、左中間を抜けるね。で、ここで1点先制して、で、3回裏にもね、ツーアウトから村松、石川がね、連続ヒット。で、ツーアウト一三塁から細川がね、レフトにタイムリーヒットっていうところで、まあ、しっかりね、このツーアウトからでも連打がね、出て得点に結びつけていくっていうところが、まあ、今年のね、中日の野球のね、この昨年とは大きく違うところかなと。まあ、このね、2点っていうところをしっかりね、守り切って勝ち切ったっていうところは強かったし、そういった意味でもね、リリーフ、梅津の後ね、斉藤、清水、松山、マルシですよね、しっかり、0点で、しのぎ切ってね、完封勝利っていうところは大きかったし、まあ、ジャイアンツとしてはね、まあ、最近本当あんまりね、この、なかなか打つのがね、苦労してるっていうところもあるから、そこのね、打線がどこまで上向きにできるかっていうところが、まあ、今後のポイントっていうところもあるしね、まあ、横側がね、まあ、こう、制球が安定しないっていうところでね、二軍登録抹消っていうね、ところになったけども、まあ、ここね、秋色とかも上がってくるし、こういったところでね、入れ替えがある中で、どういう風にね、試合展開になっていくかっていうところもね、ジャイアンツとしてはキーポイントになるかなと。まあ、初戦はね、梅津のね、試合中の中での修正もありながら、ね、チームの梅津のね、年間スケジュールマネージメントも合わせながら、しっかりね、リリーフも高騰して、完封勝利。そして序盤のね、ツーアウトからでも得点して、細川のね、2本で、最小得点でもしっかり勝ち切る強さっていうのは、初戦見えましたね。ということで、中日2対0で先勝です。中日対巨人、5月7日の試合、前日の5月6日、2対0で中日が完封したお返しとばかりに、今度は5月7日、2対0で巨人が完封勝利というところで、この試合ね、先発山崎より、9回119球、4安打6三振、1四球無失点の完封勝利、グッピチ。ねえ。まあね、持ち前の、特にこのね、対角線のまっすぐスライダー、良かったね、結構ね。で、またね、しっかりインコースにもシュートね、ストレートゲームを使いながら、まあ、縦の変化もあって、非常にね、素晴らしいピッチングだったと思います。これで、ここまでが3勝負けなし、防御率 1.55 だからね、非常にいい形のね、成長と、結果につながってるんじゃないのかなと。で、中日先発枠井ね、6回3分の205球、3安打5三振、5四球2失点と、まあ、ちょっとね、このフォアボールの多さっていうところが枠らしくないなっていうところはあるけども、まあ、6回3分の2で2失点でしょ。攻められないね、それはね。まあ、この7回もね、先頭岡本フォアボール、で、坂本ライト前ヒット、で、萩尾がね、送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁からね、岸田、ここはもう敬遠気味のフォアボール、こうね、スクイズもあるかも、ちょっとこれ外してたからね。で、ワンアウト満塁になって、門脇ね、2ストライクから高めね、まあ、高め見せてからの低めとか、高め見せてからのインコースっていう、つなぎの球だったような気がするけども、そう高めをね、ヘッド立てた感じでね、あんなクソボールね、センター前っていうところでね、非常に角が引っ張ってる。まあ、あれを打たれるってことは、もう7回に来て、ちょっと枠井のストレートの質も落ちてきたのかなっていうところもあるし、バッテリー的には、まあ、あそこを打たれちゃダメだねっていうところだね。つなぎの、勝負に行ってるわけじゃないからね、つなぎの。まあ、万が一空振りしてくれたら OK みたいなね。もしくはそこボールにしといて低めの変化球、インコースをストレートの布石にするみたいなね、感じのつなぎの球だったと思うから、まあ、ここはね、まあ、ほぼミットの構えたところを投げてるからね、枠井の失投っていうわけじゃないけども、やっぱりそこでね、打ち取ろうって気もないから、やっぱりストレートの質がやっぱ落ちてたんじゃないのかなっていうところ。でもそれをきっちりね、門脇センター前。で、山崎より三振するけども、ツーアウト満塁からこれね、丸が押し出しフォアボールっていうところでね、まあピッチャー藤島に代わって、まあその後ちょうどね、ショートゴロで抑えて、まあこう追加点許さずだけども、まあこの2点でね、まあ山崎4に取ったらまあ十分っていうね、とこだったんじゃないでしょうか。まあドラゴンズはね、4安打しか打ってなくて三塁ベース踏めずだから、もうこれはね、ちょっと完敗っていうね、ところじゃないでしょうか。まあ、3戦目ね、どうなるのかっていうところはね、試合に注目したいと思います。そして中日対巨人、8日の試合1対4で巨人の勝利というところで、結果的には2勝1敗で巨人の勝ち越しってなりましたけども、巨人先発ね、堀田5回3分の2 68球6安打2三振1四球無失点と、非常に球数も少なくね、素晴らしいピッチング、先発としては4月13日広島戦以来の、先発、まあ、約1ヶ月ぶりっていう中でね、非常に素晴らしいピッチング、まあ、これまでもね、リリーフで登板してても非常にね、素晴らしいピッチング で4月28日はね、3分の2投げで1勝もしてて、まあ、今季ね2勝目というところではこの試合もね、グッピッチングだったんじゃないでしょうか。まあ、前半ね、特に変化球がなかなかね、制球定まらないで、結構ボール多かったなっていうところもあったけども、なんとかね、力強いストレートでね、まあ、乗り切り
ながらピンチも防いでいって、まあ、中盤ねやっと変化球がストライクゾーンにねまとまってくるようになるかなっていう中でね、なんとか5回3分の2持ちこたえたっていうところでは非常に素晴らしいピッチングだったし、でピンチでね船場様に代わってそこがね船場様がしっかりね、後続を切ったっていうねこのリリーフポイントも素晴らしい、ベンチも判断だったし船場様もね素晴らしいリリーフグッドリリーフだったんじゃないでしょうかね。で中日先発小笠原ね7回104球5安打5三振2四球1失点もうこれは攻められないね、なんとか打線がっていうところでね、まあ、この中でね、初回巨人は先制ね、先頭丸がね、センター前ヒットで萩尾がねアウトになるけども吉川がレフト前ヒットでワンアウト一塁から岡本フォアボールでワンアウト満塁から坂本がねセンター犠牲フライ打って、1点先制っていうね。ジャイアンツもねその後まあ塁に出たりねなんとかチャンスをっていうところもなるけどもね、5回にもね先頭ねピッチャーの方とかセンター前ヒット打つけども丸はね643ダブルプレーになったりその後萩尾がレフトツーベースなかなかねここのちぐはぐさっていうのがねなかなかまとまらないっていうところも最近のジャイアンツのね苦しいところっていうのはあるけどもね。で8回表ねピッチャーは小笠原から藤島に代わって丸がね三振ワンアウトから萩尾がねセンター前ヒットで吉川のねセカンドゴロ萩尾がね当たってねまあ、守備妨害になって萩尾がアウトでまあ、結果ね当たっちゃうとねヒットになるから吉川はね内野安打の形で、2アウト1塁になってでここでねキャッチャーが宇佐美から加藤に変わるんだよね。これはね謎だったけどまあ分かんないけど監督コメントも調べたけど見えなくて分かんなかったけど想像するに、まあ、吉川の盗塁が怖いからキャッチャー加藤にして盗塁の抑止力で出したのかなっていうところがまあ、ポジティブな味方の考えだけどもね、これがまたマイナス売れるっていうところがね今の中日のなかなかね勢い乗れないっていうところだけどもね、ワールドピッチねワンバン止めれないで進塁させてで岡本フォアボールで坂本にもフォアボール与えてツーアウト満塁から長野がねライトにタイムリースリーベースっていうところで一気に3点入ってねもうゲームセットみたいなね感じになったからね。でその後岸田の時にねピッチャーも藤島からね羽振りね変わったっていうところもあるしまあここまあ途中回復キャッチャー難しいからね。しかもイニング途中で何のアクシデントもなくね、まあ加藤がどこまで準備してたか分かんないけどもまあ正直難しかったんちゃうかなと思うけどまあここでまた明日までには記事に出るとは思うけどもねちょっと見てる感じでは分かんなかったけどもまあポジティブに考えると吉川の盗塁への抑止力なのかなっていうところはあるけどもね、まあ、吉川ここまで盗塁3っていう中でねまあでもこのままね、まあ、ミスもあったりしながら、まあ、試合は決まっちゃったかなっていう形で、まあ、4対1ね、まあ、堀田の素晴らしいピッチングもあったし6回のね、福永レフト前で細川ダブルプレーになるけども中田レフト前ヒットでもうここでしっかりね、船場様にもうねしっかりベンチも変えてね石川を船場様がね、三振に取るっていうね3アウトっていうところもね非常にベンチの思いっきりも良かったしね船場様もしっかりそれに応えてピッチングっていうのは、リリーフ的にも、素晴らしかったんじゃないでしょうかっていうね。でまあドラゴンズ的にはねなかなか攻め手がなかったかなっていうねまあ、唯一あったとすればこの5回裏ね石川センター前ヒット宇佐美アウトになるけども村松ライト前ヒットで小笠原送りバント決めてツーアウト2、3塁から大島フォアボールでここね田中美希はツーアウト満塁からねセカンドゴロここでまあ1本出てればっていうねところもあったけどもまあね開幕前半はねいいところで1本必ず出てきたけど最近なかなかね1本いいところで出ないっていうねちょっとホームラン構成で1点取るっていうところがあるけどもなかなか1本出ないっていうところがね今苦しい現状になってるけどもまあね 2.5 ゲーム差だから全体的にはねまだね連勝でね道理でもなるからねまあここはねドラゴンズも踏ん張りどこかなっていうね、ところはあります。まあ結果この試合ね4対1でジャイアンツの勝利堀田2勝目、カード的にも2勝1敗でジャイアンツの勝ち越しでした。セリーグ阪神対広島初戦はね、雨天中止ということでこのね5月7日の試合カードね2戦目ですけども初戦になります。結果村上対床田の両チームエース同士の投げ合い0対2で広島の勝ちということで広島完封勝利になりましたけども広島はね先発床田7回3分の1 125球7安打5三振2四球1デッドボール無失点というところでまあこれはね持ち前の制球の良さと、まあ、両骨ね、非常に、角度あるね、球ねこのカット
ね、右バッター、左バッターのアウトコース、インコースに突き進むね、まっすぐカット系、そして、左バッター、右バッターのアウトコースね、左バッターのインコース、このツーシーム系のね、これ切り込んでいく球っていうところで、まあ、両コースうまく使いながら縦の変化も使って、非常にね、安定感ある床田らしいピッチングだったかなと。で、その後ね、島内、栗林とね、ピンチの場面、島内がね、しっかりくぐり抜けて、完封勝利と。で、阪神先発村上ね、7回116球、5安打8三振、無四球2失点と。まあ、こちらも素晴らしいピッチングだったけどね、味方に足を引っ張られて敗戦ということで、自責点はなんと0です。はい。その中でね、初回広島の攻撃、先頭秋山ツーベース。で、野間がね、進塁打しっかり打ったところを、中野がね、ファンブレーラーでノーアウト1、3塁。で、菊池三振するけども、ワンアウト1、3塁から4番小園がセンター抜きして、Fライで1点。だからまあ、ね、ノーアウト、これまあ、進塁打打ってるんでね、ワンアウト3塁になってたから、まあ、エラーがなくても、ひょっとしたら1点入ってたかもわからないけども、このエラーの出塁によって、その後菊池小園と楽な展開でチャンスで打席を回したっていうところが、よりね、失点の確率を上げたっていうところもあるし、で、5回でもね、ワンアウトから、堂林のね、セカンドゴロ、中野がね、まあ若干こう、下がっちゃったね、もうあれ前行くしかないね、下がっちゃって変なバウンドになっちゃって、まあ、こいつっていうところでエラーになって、で、ワンアウト一塁からね、矢野が、サードファールフライ。で、ツーアウト一塁から、このトコだね、ストレートファール、ファール、ファールでめっちゃ粘って、まあ普通だったらここ0点で抑えるんだけど、まああそこね、まあそろそろ変化球いいかなと思ったところで、まああのスローカーブを選んだところ、ね、まあ普通だったらくるって回っちゃうよね。それをうまく止まってね、トコだから、パーンって一、二塁間を抜けるライト前ヒットで繋いで、ツーアウト一、二塁から秋山はね、レフトにタイムリーヒットというところで、まあトコだかね、投打ともに頑張った。グッピチ、グッパッティ。ね。まあ、あれは攻められないね。配球言っても結果論になるしね。フォークが良かったんじゃないのかとかね。まっすぐで押しても良かったんじゃないのか。いろんな意見あるけども。これはもうね、トコダが打った方がすごいっていうね。ところはあるよね。まあ、その後ね、しっかり。まあ、広島もね、全体的に5安打しか打ってないから、そんな言うほどね、ビッグチャンスが多かったわけじゃないけども、正直ね、1回と5回で3安打だからね。そういった意味ではもう少ないチャンス、相手のね、エラーをついて、ミスを見逃さずしっかり得点したっていうところも良かったし、まあそこをしっかりね、踏ん張ったっていうね、ところの、投手リレーも非常に良かったと思います。まあでも攻撃的にはね、阪神的には7回裏ね、ワンアウトから、サトテルセンター前ヒット、森下がね、ライトでツーベース、これね、ツーシーム系うまくライトにね、もうライトに引っ張ってみたいな打ち方でうまく打って、ワンアウトに三塁チャンス作りながらもね、ここ初球ね、セカンドフライ坂本。だから、まあ、ピンチになってからね、もうどんどんインコースでね、このインコースに入れる球で、もう力勝負でね、勝負したっていう選択も良かったかなと。で、坂口、原口にね、代打原口デッドボール当てるけども、最後代打小野寺に対してもね、インコースの強い球を行って、まあ、ショートね、ハーフフライっていうところで、ピンチを脱出っていうね。まあ、このね、まあ、アウトコース森下に打たれたっていうところもあるかもわかんないけども、ピンチになってね、外野フライも出せない。このね、クロスに入ってくる球で詰まらさっていう選択肢でね、力勝負したバッテリーのね、非常に選択肢の良さと、そのね、球威、制球の素晴らしさっていうところがね、このピンチを脱したところかなと思います。そして世間で話題のね、これ8回裏ね、先頭近本がね、11球粘ってからのセンター前ヒット。中野がアウトになるけども、ノイジーがセンター前ヒット。で、ワンアウト1、3塁からここでね、大山フォアボールっていうところで、で、床田はね、ここで親子弁でワンアウト満塁から島内っていうね、まあ、このね、厳しいマウンドになった島内ですけども、なんとね、サトテル、3ボール、2ストライクからアウトコースのストレート、見逃し三振っていうところで、ね、まあこれがストライクボール判定がどうなんやっていうね、ところあるけども、俺は最近ね、よく思うことがあるの。まあフレーミングね、皆さん大好きのフレーミングね、ここを考えてみようっていうところで、ね、メジャーではもちろんストライクをストライクに取ってもらうっていうところもあるけども、その球団によってはボール球をストライクに取ってもらうフレーミング技術を重要視してるチームもあるみたいなんだよね。そう考えるとよ、坂倉のフレーミングが良かったっていう、ね、フレーミングがいいって言うんだけど、じゃあ今あのキャッチングもフレーミングが良くて、もし仮にあれがボールなんだったら、ストライクになったのは審判の責任じゃなくて、フレーミングの良さでストライクになったんじゃないんですか？そこは違うんですか？ってよく思うんだよね。なんかよく、ね、メジャーでも最近ボール球ね、結構ストライクに取ってっていうね、審判が結構悪評になってるけども、逆に言えば、フレーミング大好きな人たちに俺は言いたい。フレーミングのせいかだから審判悪いわけじゃないんじゃないですか？フレーミングのせいだからキャッチャーナイスフレーミングっていう方が先なんじゃないんですかって思うわけ。
俺はそんなにそこまでこんなボールをストライクにするまでのキャッフロフレーミングは俺はいらない派だから、そんなのもう通った時点で判定されてんだからね、あのそんなどんなに頑張っても一緒ですよっていう派だけども、フレーミング大好きな人はまあ全員が全員そうじゃないかもわかんないけど、そのキャッチングでボールストライクがって言うんだったら、あれは坂倉のキャッチングが良かった、フレーミングが良かったになるんじゃないんですかっていうところはありますけど、皆さんどうですか。はい、これはまあ賛否あると思いますけどね。まあ、それでね、三振になって、その後、ツーアウト満塁から森下がね、セカンドゴロと、ピンチを脱して、9回ね、栗林が上がって、三者凡退で抑えて、ゲームセットというところで、まあ、阪神的には、このね、7回、8回、ビッグチャンスあった中で、まあ、1点取れなかったっていうところが、まあ、大きかったし、ミスからの失点っていうところでね、まあ、阪神的には、ね、ちょっと、このね、消化不良の試合になってしまいましたけども、まあ、カープ的にはね、もうピンチを抑えてね、相手のミスをついて得点するっていう形では、首位ね、阪神に対してこの1勝っていうのはね、素晴らしい勝ち方だったと思います。はい、阪神対広島、8日の試合1対3で阪神の勝利ということで、月曜日がね、雨天中止になったんで、このカードね、2勝で広島のね、勝ち越しっていうところになりましたけども、広島先発ね、大瀬良やっと今季初勝利っていうところで、まあ、ここまでもね、いいピッチングしてるけども、なかなかね、投打のバランスが悪くて勝ち星恵まれなかったけども、まあ、この試合ね、7回106球4安打4三振2四球1失点とね、非常にグッピチだったと思います。まあ、左バッターにはね、だから今日ね、序盤特に左バッターにもカットボールでインコース攻めて、右バッターにもシュートストレート系でインコース攻めてっていう、結構ねインコース系をメインにして、右も左もね、カットだけに頼らないでね、両方とも左バッターには食い込んでいくカット、右バッターには食い込んでいくシュートっていうところで、インコースをしっかり序盤に使いながら、まあ、中盤以降になってくるとね、外の配球っていうところも非常に多くなったけども、まあ、前半と中盤でね、配球パターンを変えながら、いけるときにインコース攻め切ったっていうところはね、こんな中1失点に結びついた投球パターンだったんじゃないのかなと。で、阪神先発大竹ね、6回97球4打7三振、1四球1失点と、まあ、こちらもね、緩急をつけながらね、昨年と同様に、まあ、勝ち星はつかなかったけども、非常にね、素晴らしいピッチングでね、これはね、まあ、打線の援護がっていうところになるけども、広島はね、3回表中村健人がね、フルカウントからレフトスタンドへホームラン、ちょっとタイミング崩れたけどね、すくい上げてね、レフトスタンドへホームランっていうところで、去年ねホームランなかったっていう、まあ今年だからね、うぐさといい、この中村といいね、またこの新しい力がね、打線に組み合ってきたっていうところは非常にねポジティブなポイントで、1点先制するも3回裏にね、あっさり同点っていうところで、先頭近本がねライト前ヒットで、ここで盗塁を決めて、中野がねライトへタイムリーヒットで、1点同点に追いついて、でここでねノーアウト1塁ノイジー543ダブルプレー、あんなプレーできる菊池、あれはえぐいよ、やばい、誰もできないあのダブルプレー、もう忍者だね、忍者すごいね、あのダブルプレーのね、あのサードからの返球を取ってファーストに投げるね、見てない人は何かの動画でもいいから絶対見てほしい、あれもありえないね、本当に素晴らしい、ね、で追加点を阻止したっていうところでは、この高陽さんダブルペンむちゃくちゃ大きかったよね。その後ねタイガースもなかなかチャンスなくてね、あのヒットもなかなか出ないっていうところで、本当にねチャンスを、捕まえないところで、そして、まあ、0対0できてね、この先どうなるのかっていうところで、8回表ね、ピッチャー阪神はゲラ、ね、秋山センターフライでアウトになって、で二股がフォアボール、そして菊池が送りバントを決めてツーアウト二塁になって、小園がね、ライトにタイムリーヒットで勝ち越しね、そして今日から復帰のね末金ね、レフトにタイムリーヒットっていうところで、このね末金のヒットがでかかったね、クパッてね、これでまたね中村といい、この末金といいね、なかなかねシャイナーレイズの図、外国人選手がいなくなった中でね、打線厳しい中でここからね帰ってきてね、多くの選手たちが、まあ、この試合ねウグさんも出てたけどね、そういった若い選手たちの頑張りがねここから支えていくっていうね、まだね、2.5 ゲーム差だからね、セリーグ全体的にはねまだまだチャンスあるっていうところでは、この8回のね、2点も素晴らしかったしね、まあ、その後ね、ピッチャー8回裏ね、大瀬良が次に島内に代わってね、糸原フォアボールに出すけども、近本中のねノイジーをしっかり打ち取って、失点せずっていうね、で、9回裏もね、栗林が1人ねフォアボールで出すけども、しっかり抑え切ってね、このまま逃げ切り勝ちっていうところではグッゲームだったんじゃないでしょうか。まあ、あとはねこの試合ね、もうなんて言ってもこの7回表ね、
先頭ね、キリシキピッチャーね、先頭相澤デッドボール、矢野が送りバントで決めて、ワンアウト二塁から中村がねセカンドゴロで、ツーアウト三塁になって、これピッチャー大瀬がね、普通だったらもう代打だね、絶対ね。でもなんとかね、今日もいいピッチングしてる新井監督的には、早く大瀬にね一勝をなんとかつけてやりたいと、このね親心で大瀬に期待したところっていうところがね、ここ三振になるけども、まあ同点の場面、通常代打だけどもなんとか大瀬に勝たしたいっていうねところがチームにね勢いを呼んで、この8回のね得点に結びついたんじゃないのかなっていうね、かなりね未来に向けてはこの大瀬良の勝ちっていうのはね非常に大きなポイントにねなった可能性があるんで、次戦もねぜひ期待したいと思います。結果はね3対1で広島の勝利、カードはね2勝で広島の勝ち越しでした。DeNA でヤクルト、5月8日、6対2でヤクルトの勝利ということで、この試合ね、日刊スポーツの評論でね、試合観戦して試合見てましたけども、ぜひね、ウェブでも載ってますので、ね、見てください。で、この試合もね、昨日試合なかったんで、2戦となって、結果ね、1勝1敗の五分っていう形になりましたけども、ね、ヤクルト先発吉村ね、5回115球、6安打5三振、2四球2失点と、まあ、球数多くなったけどね、まあ、最低限の仕事はしたかなと、まあ、その後ね、山本、エスパーダ、木澤ね、石山と、しっかりね、リリーフが踏ん張って、まあ、最近ね、リリーフもバタバタしてたからね、今日の試合はしっかり踏ん張れたかなと。で、DeNA 先発石田、5回77球、5安打3三振、1四球3失点と、まあ、立ち上がりのね、この3点っていうところが痛かったかなっていうところで、ヤクルトはね、初回、塩見センター前ヒット、で、丸山はね、丸山のあのツーベース、うまかったね、レフト線ね。で、ノーアウト2、3塁からオスナがね、センター前タイムリー、村上がライトにタイムリーヒットを打って、でサンタナライトフライでアウトになるけども、長岡がね、センター前タイムリーヒットで、まあ3点っていうところで、でもまあこれね、日刊の評論にも書いたけど、まあここね、ノーアウト1塁で、サンタナがね、ライトフライ、結構フェンスギリギリ打つんだけども、オスナがハーフウェイ取ってんだよね。これノーアウトはね、もう原則タッチアップだからね、万が一帰れなくてもノーアウトだからね、それをタッチアップできないで、ワンアウト1塁、これね、長岡がセンター前ヒット打って、帳消しになってるけども、こういったところをね、隙見せないで、貪欲にいかないと、今ヤクルト打線めちゃくちゃ状態いいんだよね。まあ打率もね、チーム打率だと得点 OPS 得点圏打率安打数っていうところもセリーグ1位なんだよね。ソフトバンクに引けを取れないぐらい成績としてはいいわけでも、若干ね投手陣のあの不安っていうところがあるけども、先発は小川が復帰してきた、ヤフーでいる、そして今日の吉村もいるっていうところで安定感増してきた、まあ、リリーフはね若干不安要素を逆転されるっていうところもあるけども、まあ、今石山をね守護神に置いてなんとかねエスパーダ含めて頑張っていこうっていうところでも、やっぱ1点でもより多く取っていい形でね、この不安な投手陣の不安さを消したいっていうね、あの優勝した時にも受賞1人もいないからね、その中でこの良さを出していって勝ち切ろうっていうところでは、こう好きなく攻めていきたいよね。そういったところではこういったところもしっかりタッチアップしなきゃいけないし、でワンアウト1、3塁からね初球中村悠平セーフティースクイズ、これめちゃくちゃね判断が良かったと思うの、作戦的には。この初回バタバタしてるところでね、で石田戸柱っていうバッテリーで、多分ねそこまでねちょっと気が回ってなかったと思うんだよね。でそこでセーフティースクイズはねめちゃくちゃいいアイデアだったけど、中村悠平がそれピッチャー前にねやっちゃって、三塁ランナー村上が3本か挟まれて簡単にアウトになるっていうところでね、ああいうのもしっかりコースになって、この4点目取りに行かなきゃいけないよね。でもその中でここはね、村上と長岡がそこまで分かってたか考えてたかは俺は分かんないけども、あそこは村上がねあっさりアウトになって、長岡はね一塁ランナー長岡は三塁に行っちゃダメなんだよ。これね村上が粘って一塁ランナー長岡が三塁行って、バッターの中村がセカンドまで、大体ねよく言うじゃん、3分間に粘ってランナーをより進塁させて勝負って言うんだけど、あの状況はね長岡は三塁に進塁しちゃダメだし、中村もそれについてセカンド行っちゃダメだし、村上は粘っちゃダメなんだよ。もうあっさりアウトになってツーアウト一塁で北村と勝負することが大事なわけで、それなんでかっていうと、これ無駄に粘って2、3塁になっちゃうと、北村フォアボールで敬遠で歩かされて、ピッチャー吉村勝負になってくる。そうなってきたら、2アウト満塁でピッチャー、吉村で勝負なのと、2アウト1塁でバッター北村で勝負って言ったら、その北村の方が得点入るチャンスあるからで、そういった意味で、まあ、分かってて、やってると信じたいけども、あのプレーはね、あっさりアウトになって進塁しなかったっていうのは非常にね、良かったポイントだけども、初回で言うと、オスナがタッチアップしなかった。ね、結局長岡が打ったから帳消しになったけど、こういったところもしっかりしなきゃいけない。中村悠平のセーフティースクイズも、ベンチのアイデアはめちゃくちゃ良かったけど、それ決めきれないっていうね、貪欲にもう1点取りに行こうぜっていうところは、ちょっとバッドポイント。でも DeNA もね、その後、2回裏ね、2アウト1、3塁から、京田がね、ライトにタイムリーヒット打ったり、ね、3回裏にもね、
ツーアウト一塁から牧がね、タイムリーツーベースって徐々に行ったけどね、まあその後続かなかったっていうところあるけども、この3回の裏もね、ツーアウト一塁から、中村はね、ファーストランナー海老名が盗塁してくるかもって、ピッチドアウトで外したんだよね。なのに、吉村はフォーク投げてるんだよ、フォーク。で、それで、結果パスボールになっちゃうんだけど、あれをパスボールはかわいそう、記録的には。ね、ピッチドアウトとフォークボール、なんで間違うっていう。そんな見たことないで、正直ね。そこら辺もね、ちゃんと結局それで、マギにね、打たれて、あれ多分ファーストだったら帰ってこれてないと思うの、ホームに。ここ無駄な1点ね、やってるっていうところも、もったいないよね。でもこれね、ちょっとバタバタして、これ逆転あるかなっていうところでね、6回表、ね、オスナレフト前、で、村上がライト前ヒット、そしてサンタナフォアボール、ね、ノーアウト満塁から、長岡がね、ピッチャーゴロでアウトになるけども、ワンアウト満塁、中村悠平ね、押し出しのフォアボール、ね、ここ中川もね、なかなかきつかったね。力勝負になってね。で、ワンアウト満塁から北村はね、ライトフライ打って、これをね、ライト渡来が落球。まあ、これはね、疑似エラーっていう形になったんで、1点入りましたけども。で、ワンアウト満塁から代打ね、青木。ここでピッチャー坂本に代わって、1、2、3、ダブルプレイでね。まあ、さらにの追加点はなかったけども、ヤクルトとしたらこの6回の2点っていうのはこの試合にとってはかなり大きなポイントになったし、まあ、DeNA としたらやっぱりですね、最近やっぱエラー多いからね、これで多分ね、この今日までで言うと21個でセリーグ最多なんだよね。だからそういったところはやっぱ無駄な失点は防いでいかないと、このままね、上位、まだね、セリーグは全体的に 2.5 ゲーム差だからね、なんとか食い下がっていこうっていう時に、こういったね、タイムリーエラーに直結するところは防いでいきたいなと。で、8回表ね、サンタナがホームランを打って、6対2。ここね、ヤクルトは10試合、総得点50点なわけ。1試合平均5点取ってきてるからね。そういった意味では、この得点力をさらに増すためにも、さっき言ったような、ミス、ね、エラー、記録が残らないようなミスっていうのを防いで、貪欲に1点取りに行きましょうと。DeNA としてはね、負けたとしても、ここからね、ぶり返していかなきゃいけないところでは、そういうね、無駄なミスっていうところは下げていきましょうっていうようなね、試合展開でしたね。まあ、結果ね、1勝1敗の五分っていう形でね、終わりましたね。さあ、ということで、総チェック終わりましたけども、現状ね、セリーグの順位表、1位阪神、2位巨人、3位広島、4位 DeNA、5位ヤクルト、が中日も同率で5位っていうところで、まあ、1位巨人ね、1位阪神、2位巨人、0.5 ゲーム差。で、広島が巨人に1ゲーム差、首位と 1.5 ゲーム差。で、DeNA が広島に 0.5 ゲーム差、首位に2ゲーム差。で、ヤクルトが DeNA に 0.5 ゲーム差、3位広島に1ゲーム差、中日も同じ。で、首位に 2.5 ゲーム差だから、まだどうなるか分かんないね。連勝連敗でね。まだまだね、熱戦、セリーグはね、続きそう。で、パリーグはね、1位ソフトバンク、2位日本ハム 5.5 ゲーム差。まあ、3連敗しちゃったからね。で、3位ロッテ、2位日本ハムに 0.5 ゲーム差、1位ソフトバンクに6ゲーム差。で、オリックスが4位、3位ロッテに2ゲーム差。そして1位ソフトバンクには8ゲーム差。で、楽天も一緒。で、西武は5位楽天に 3.5 ゲーム差。で、3位ロッテには 5.5 ゲーム差。で、首位ソフトバンクには 5.5 の6、11.5 ゲーム差。これは相当頑張んないときついし、ソフトバンクがまだ22勝9敗、10敗してないっていうところで、この首位攻防戦3連勝はかなり大きかったかな。どうなるのかね、これは。独走は許されないよ、他のパリーグの選手たちっていうところでね、金曜日の試合、日本ハム対ロッテ、エスコンフィールド。ここね、ロッテはここから日本ハム週末でソフトバンクになるから、かなり大事なね、週末、このね、3週間連続になるけども、多分ここに佐々木朗希当ててくるかなっていうところもあるけども、日本ハムの皆さん、ロッテはね、角中、荻野、外、ポランコ、要注意ですよ。ここ調子いいですよ。ね。他の選手も打ち出すとね、あと岡も調子いいですよ。これね、ベテランで調子いいんでね、気をつけて。ロッテの皆さん、日本ハムね、3連敗してるけど、ソフトバンクに。そんなね、悪いゲームはしてないからね、集中して、気持ち入れてね、前回八木が逆転してからね、7連敗食らってるから、それやり返さなきゃいけないからね、3連敗したるとしてるとはいえ、侮れないよ。そういったところは集中力持ってやっていこう。で、西武対楽天。楽天の皆さん、今、西武、獅子、かなり寝てます。ね。フォアボールとか危険ですよ。もう、どんどん攻めていこう。どんどん攻めていこう。あとはね、ひょっとしたら、盗塁とかバンバンしてくることあるかもわかんないから、クイック、牽制、ね、キャッチャー意識、ね、しっかり持っていこう。ここポイントです。あと、おかわりくん、絶好調です。個人的には。気をつけていきましょう。西武の皆さん、もうね、相手どうのこうのじゃない。まず、自分たちの野球、しっかりやっていこう。自分たちがやらなきゃいけないことを考えていこう。
どうしたらチームが勝つのか、自己犠牲も含めて何をやることがチームを勝つのか、これをね考えていこうね。あと新しい戦力も来るし、青山がね先発するっていう情報もあるし、そういったところでも新しい力がね必要になってくるよね。チャンスを得た選手はね一目散に頑張って、もう相手どうのこうのじゃない、自分たちがやるべきことをやっていかないと、さっきも言ったようにゲーム差どんどん広がっていっちゃう。今なんとか踏ん張る時ですよ。ソフトバンク対オリックスがね、宮崎でっていうところで、まあ、金曜日試合なくてね、土曜日からだけども、ソフトバンクの皆さん、オリックスね、セデーニョだけ、セデーニョ、気をつけていきましょう。ね。他もバンバン打たれちゃうと、まあ、中川とかもいいバッティングしてるけどもね、セデーニョ、気をつけていきましょう。今若干ね、沈んでるから、ここ叩きがありますよ。ね、オリックスの皆さん、ホークス、ね、もう弱点ない。ね、もう、全野球で取り掛かっていこう。なんとか、こう、独走優勝のね、もう全野球で、ね、あと、ミス撲滅キャンペーンね、喋れてないけどもミス撲滅キャンペーンね、これで無駄な失点してたらもう飲み込まれちゃうよ、ね。そしてセリーグ、ヤクルト対巨人の皆さん、ヤクルト打線えぐいよ。かなり長打もあるし、来るからね、ここまでねなかなか打線ね、ジャイアンツいいところね見せてないけども、投手になんとか頑張っていこう。とりあえず先頭をねしっかり切っていこう、ね、一発攻勢もあるからね、初回から集中して、はい、ヤクルト皆さん、ジャイアンツね投手陣まとまってきてますから、まあ、そこをね自慢の打線でどこまで打ち崩せるかが勝負ですよ。打線はねそんな言うほどいい感じで回ってないから、ピッチャーフォアボールだけ厳禁、無駄にねランナー出しちゃうとパンパンパンっていかれちゃいますよ。次 DeNA 対阪神。 DeNA 皆さん、ここね阪神叩きどころですよ、ね、あのカード巻き越し切りますから、ここで叩いとかないともうまた阪神カーいっちゃいますから。でもね結局ね近本中野だから、この1、2番全勢力をかけて抑えていきましょう。阪神の皆さん、 DeNA ね筒香帰ってきて勢い増してきてますけども、ちょこちょこミスしますから、そのミスねついていきましょう。しっかりねガクガクガクッとねやっていきましょう、ね、あとやっぱりね筒香ね、やっぱりどのチームもね警戒していくから、そのフォアボールで歩かしたりしてるとチャンスメイクされちゃうからね、なんとかね攻めていって打ち取れるようにね研究していきましょう。結構ねインコース攻めてますよ他のチームはね、はい。広島大中日。カープの皆さん、ドラゴンズねやっぱねここ1本がね出なくなってきてるからね、ランナー出ても集中してね攻めていこう。ピッチング攻めてね、ストライクゾーンでどんどん勝負していこうね。ここ1本最近出なくなってるからね、そこで弱気になってくるとパカーンいかれるよ。あとね細川気をつけよう。ここ細川ね、やっぱ一発あるからね、低めでしょ、高め打ってきたらいかれるよ。中日皆さん、カープねあのもうね打順とかもいろいろ変えながらね、あと若いね中村末金うぐさとかも上がってきてね、いい感じになってきて、なんかねちょっとまとまりつつあるからね、ここねまとまり切られちゃうと上いっちゃうからね、ここね初戦必ず叩いとこう。初戦しっかり勝って、ね、そういったところでしっかりやっていくと、ね、こう今ねちょっとカープがくー来る可能性あるからね、そういったところでは初戦ね集中して、ね、序盤先制してそのまま最強リリーフ陣にバトンタッチして逃げ切り勝ち、これは戦法でいきましょう。最小得点でも逃げ切れるからね、先制必須です、はい。さあということでね、まあ、木曜日は知らないですけども、週末ねまたプロ野球ね5月構成どうなるのか、皆さんね佐々木の総チェックとともに楽しんでいきましょう。それでは